はい、おはようございます。一応見る？一応見よっか。鏡一台のか、あれ？サラリーマン番長一台減ってるね。まどかどこにあんだ？まどかがさ、8月、10月までじゃん。お？まどかやろうか？てか、絆開いとるね。絆開いとるよね。絆だろ、こんなん。これ、ひょっとして前の、こんなん絆だろ。はい、おはようございます。しんのすけでございます。ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店、毎月18日のお約束ということで、イルフレッシュオープンポスター踊ってますけれどもですね、イルフレッシュオープンしたばっかりか否かわからないんですけれども、平日7月18日土平日、3連休明けの土平日にもかかわらず350人の入場抽選参加というところで、私引き合った番号が200番というところでございまして、あ、そういえばあと3ヶ月しか打てない子がいますよね。魔法少女マドカマギカ、あ、マドカちょっと行ってみようと思ったら、マドカまんまと空いてまして、空いてたんですが、その右隣の絆が空いてることにも気づきっていうところの俺たちの絆参りたいと思います。はい、で、まあ、絆は年内っていう感じですね。今年の12月半ばぐらいまで打てるというところで、私絆プロ復帰を目指して7連勝狙ってるんですけれども、今1勝して、今回勝てば連勝というところのあれです。で、だいぶ立ち回りもこう、まあ、道中言いますけれども変わりました。しっかりとプラってるところでやめていきたいという感じでいきたいと思いますので、ぜひとも絆最後打っていきたいというあなたもですね、この俺たちの絆参考にしてもらって、そして僕と一緒に絆を、俺たちと一緒に絆を楽しんでいけたらと思います。はい、あの昨日ちょっと飲んで酔っ払ってまだ酔っ払ってる感じなんですけど、まあ、基本的には通常時からずっと酔っ払ってる感じのしんのすけでございますので、あの応援のほどよろしくお願いしたらと思います。よろしくお願いします。さあ、まさか絆空いてると思いませんで、絆、俺たちの絆やっていきたいと思います。出目見るとベル最終ゲーム取ってますんで、 BC 即やめか AT 即やめかのいずれか、で、一応ジョイパークは私来る日据え置きだったっていう台を確認まだできてませんので、まあ、おそらくはリセットされてるんじゃないかなと。今風流れましたけども、ドイツ勢から揃って一応朝一降格でしょうね。はい、オッケー、いいぜ。お、なんだよ、やっぱあれじゃん、もうやっぱ怪我で溜まっとるやん。朝抑えた、一瞬抑えたマドカがね、朝っぱらから怪我れてましたね。まあまあ僕も当たりましたんでね、まあ、絆対マドカですよ。はい、黄色、あれ弱気、うわー、
そういうことするよね、まどかって。この子じゃなくてこの子以外の隣の子に意識がそがれてる、この状況っていうのはこいつにとってはすごくやきもち焼くとこなんだよね。あっ、いけよ、もういっちゃえ、いっちゃって、あ、よし、やっぱね、両隣とかで出された時っていうのは両隣を凌駕する、何かを引けばいい。よし、65元通過投資です。イエロー、ああまあまあ仕方ないな。オッケー、両手じゃねえ、でもまあまあ絆は負けてないんでですね。よし、1/4、オッケー。はい、少年ジャンプに鬼滅の刃っていう漫画があるんですけど、今アニメがねまあまあ盛り上がっててね、そこにその要は技を出すために呼吸を整えて全集中っていう状態があるんですよ。全てを集中させるっていう、まあ、全集中ですよね、言ってみたらレバー全集中。あれ、絆っていうのは 50% 以上の継続率を持っているところにいかにこうストックして、いかにこう継続していって伸ばすかっていう台だと思うんですけども、なんで基本的には 25% 継続か 33% 継続で、まあ単発か2年で終わっちゃうかもしれないねっていう状況ではあるんで、その力の入れ具合っていうのをやっぱ自分でこう保っていかないと。ざっくり今だったら昼背景でちょっと後継続は厳しいかもなっていうところではあんまり力を入れすぎない、ただ呼吸は全集中ですよね、呼吸は全集中。これはもう終わってもしょうがないよねっていう空気感での、まあまあっていう、もういちいち目くじら立ったら身が持たないですから。で確か前回の俺たちの絆でもそんな話したんですけども、まあ全国的に見て状況は今リゼロ一強、リゼロの稼働率が非常に良くてですね、でまあやっぱりその去りゆく旧基準期に力入れるよりは、あ残っていく5.5 号機であり6号機でありっていうところに力を入れていくっていう、これ当たり前なこと でもっと言うとサリウクライへの赤烈の思いから、まあ、にわかにその時が迫るにつれて旧基準級の稼働っていうのはやっぱ安定域、むしろ上がってる状況にあると思うんですよね。そうなってくるとどうしてもその設定状況っていう部分が まあ、あって4までっていう状況すごく強くなってると思うんですよ。そこでいかにその4は逃がさずに2を勝っていいところでリリースしていくかっていうところの勝負になってくると思うんで、この終始的な結果を求めた場合ですね。
まあ、そういう状況を理解した上で把握した上での俺たちの絆7連勝っていうところはちょっといけるのかなっていう兆しは、前回前々回までの俺たちの絆はもうなんかべったり張り付いて4以上絶対積もって粘ってでも勝つみたいな感じで結果3連勝が最高だったんですけど、まあちょっとないな、怪しいな、あっても4までになったらもう勝ってるところでやめるっていうスタイルでもいいなっていうところになってるんで今現状ですね。ちょっとそこをお見せできたらなっていうふうに思いますけど、はい、キョチェリー、まあまあ並びは当たっててもいいなって思わせる並び、はい、おそらくは計画も DC、 よし、到着出てきた、勝負ヒーロー3回目の DC で同色、ここはもう気持ちよくなろう、ライブ的にはちょっと厳しいかなっていうところですね。 OK、 よし、行くぞ、よし、ちょっと危ないけどな、エフェクト的にピッピッ、よし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 、 OK、 あれお前ちょっとなん、まあ、いや集中集中全集中、オッケー、よし、あ、揃える揃える、まだよ、まだ終わってないからな、こっからだからな、むしろピッ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 、よし、あー、待ち、はい、まあ、巻き物で当選しただけかな、よし、サブイチ、出るか、共通ベルすげえですが、おおむね100分の1、従いまして、コイランプついててベル引いた、共通ベル引いた時の BC 当選期待度が 60%、 60%、 さあどうだ、これ引けると楽しいんだよね、急に、ふぅふぅ、知った時には相手が100年目じゃ、難しいこと言うね、お前ちょっと待てよ、どうした、終わり、あ、お、ん、あ、2回目だぞ、分かってんだろうな、あれ、そんなことある、2連続だよ、多分 あるって冷静に言われた、え、マジか、2連続で外す実績は 16%、 6分の1か、6分の1俺今引いたな、もう一回引きゃいいよ、じゃあ、うわ、よし、勝ったな、
やばい、これはやばい。強チェも今すかしたでしょ。ここは当てなきゃダメ、この流れ当てなきゃダメ。よし、あーダメだ、ちょっとお前これ力入れ、無理やりにでも力入れていかなきゃいけないシチュエーションだよ。おいおい、ちょっと源之助攻撃しろよ、どうした。いやだけどちょっとイレギュラーじゃない、あんま普段ないパターンなんで、俺的には前向きに捉えたいと思います。俺はちょっとこのケースで嫌な思いしたとかいい思いしたっていう記憶がないんで、このなレバーで巻物振動してメイクとか引けてるとなんかこう気分的に高揚してくるんですけどね。 OK、それで広角巻物が3回目、どうかな、大丈夫そうだね。広角巻物3の3を刻みそうですよ、このままだと。よし、ちょっとゲーム数がリセットが遅いね、実際16ゲームじゃないもんね。黄色、まあ一応設定4、設定6っていうところを狙う上で、私が気をつけているのはやはり同色、赤赤赤、この出現割合比率ですね。 EC を5回引いて1回も同色来なかったらちょっと黄色信号いう感じで、今絆とは向き合ってます。なんで今4回引いて1回でしょ、同色が。だから全然前向きに向き合っていいんじゃないかなと。ああ強チェがいいな、なんでお前そこで巻物なんだよ。466ゲーム、あー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 あの今うるさいと思った。はい、追加が13本、都合15本。470ゲーム、定格おそらくモード A、 これで仮に ART 刺さるようであれば、バジリスクタイム刺さるようであれば、まあ、ちょっと上あるかもねっていう挙動だと捉えますけれども、あ全然ダメ。ちょっとここご飯だね、流れが悪いんで。ああ惜しいな、で投資が大きいの3枚目です。で絆はやっぱね、3万円使ってしまうと1500枚でしょ、ちょっと黄色信号つくよね。さあどうだ、ああ大丈夫だろう、さすが大丈夫だろう。はい、バイブレーションいただきました、追加6本、都合21本、証拠 C 同色、
緑、もうここはケンちゃんで参る。ノー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 オーノーノーノー、ちょっとよくないね。おーよし、まあまあ悪くない、大きいがピッピッ、これはちょっと1個ストックはしてるな。 OK、 ざっくり今1000ゲーム回して弱者が20回あんま良くないね、弱者は。継続確定。ここだな。そろそろ本気で続いていかないと。たぎるよね、共通ベルからの煽り。あーもう一声ダメ。お、ワンチャンあるな。あーねえな。リオデジャネイロ3連続で不発。サンキュー。オーノー、あーオーさあ、なんだったらモードシーンもある兆候2回目。ようやく後期っていった。ホワイトアンオボロ、ほらよし、よし、
ちゃんと本気で本気の頼みますよ玄之介様。2回攻撃したじゃん。マジか。単発単発2連単発。ちょっと俺たちのディレクターに聞いてみましょうか。6ないよね。いやそれ言ったらさもう打ってらんなくなっちゃうじゃん。4はあるかもしれないよね。だよね、そこだけ確認しておきたかった。一応同色が7の2、弱地はまあ45分の1ぐらいまでは上がってきた。あとまあテーブル悪かったもののモードアップは確認できた。で広角巻物3の3、ただ俗に言う継続率振り分けがまあ弱々なのか、それともしっかり継続率いいとこ選んでて俺がやれてないのか、この辺で皆さんは俺たちの絆的にはどう思うんですかね。逆にご意見をね。これが果たして動画内での何分になってるか、下手したら2本目になってる可能性もあるんですけど、何分何秒でなんかしんのすけ言ってるけど、まあいくつだよね。その理由を述べてほしいよね。せっかくコメント解放してることだし、長考にいたかな。これが2回目か。黄色、ちょっとここは強気のゲンちゃんでいくかな。強気のゲンちゃん、ナイス。獣の呼吸、技の名前忘れた。雷の呼吸鬼滅面白いよね本当にやばいよね。いやー惜しいなー。サンキュー。
そろまとまってほしい。頭くるよな本当に。よし、なんだよなんだよ本当に。挙動不審になってきて、あーもう、イエス、よし、ようやく初当たり5回目にして、サンキュー。はい、近くへやりました。来ましたね時代。あ、うんうん、やっと俺たちの絆だよ本当。おお、これやんないと面白くないからね絆は。もうはっきり言うけど面白くないからねこれやんないとね。うーん、あ、お前だからそういうことするじゃん、お前そうやって喋ってっから、お前らのせいだよよし、ここだ、ここしかない、もうここしかないね。いや、いいのか、チェリー強チェリーいいんだな、強チェリーいいんだな、強チェリーいいんだよね、勝てばいいんだもん、だって12状態で。ちょっとこれ熱いんじゃねえか、これは熱いぞこれで。俺まあ紫でフリーズ引いたことあったけど、白バー狙うか、白バーだな。